こちらナイトホーク、アルファ、アルファ、応答しろ。応答しろ。アルファ、アルファ、聞こえるか。ナイトホーク、こちらアルファチーム、ハンクだ。てっきり全滅したかと思ってた。フッフッフ、さあやっていこうか。ハンク編でございます。ということで、前回でレオン裏編をねクリアすることができたんで、でまあ、あのチラチラとお話をしたんですけど、まあとりあえずねハンク編だけはねやっていきましょうというお話をしてましたんで、まあ約束通り、ね、まあ誰と約束だっていう話なんだけど、やっていこうと。ちょっと待って、いきなりそんなこと噛まれたバカだね、アホアホ言うてもらったシンプルな悪口。しまったしまった。あれ、あそこのあんな、あの抜け方でいけるんじゃなかったっけかな。うん、あのね、ちょっと待って、あっぷれ、あっぷれ、あっぷれ。もううまくいかない、いきなり引っかかってんだもんな、ほんと、あっぶな、あっぶな。いやー、ちょっと久々にプレイするからね、ごめんなさい、テストプレイもクソもやってなくて、一発でいけるかどうかっていうところなんだよね。うん。で、ま、前もお話ししてるんですけど、次回からは、ちょっとワンちゃんをグイッグイッって避けつつですね、じゃなくて、そうじゃなくて、バイオハザード7をやるんですけど、その前に、まあ、ちょっと、誕生日にユニバ行ったんで、それのね、まあ、アトラクションじゃないけど、そういうのを乗せていく、まあ、ちょっとあれをやろうかなと思ったりしております。で、まあ、それはいいとして、ほい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 、抜けていく。いて、ちょっと待って、痛い。あ、ちょっと待って、犬ガチャ悪すぎるやろ、これ、やばい。これ、いける？あ、もうなんか、終わり、臭い。ちょっと待って。この調子で言ったら多分、どえらいことになるな。一旦これしといて、這いずってる。下半身どこ行ったの？食べちゃったの？まあいいや。起き上がり拳色、おはようございます。で、ここで、ちょっと待ってよ。そう。で、ここでガッチャンコしといて、食わせといて、で、ああ、でもこんなことするくらいだったらさっさと抜け出した方が良かったか。あ、ナイフの方が良かったかな。しまったね。まあいいや。とりあえずカチャコンしといて、で、バシューンってなったんで、そのバシューンってなった間にポシューンって逃げていこうと。うん。で、くるくる。登っていって。そう。で、バイオ7を、リニバの後にね、バイオ7やっていこうというふうに思っていますんで、うん。まあそこら辺の、まあちょっとお盆休みをね、3日ほど挟ませていただいて、で、なんか生み出している、で、なんかこっちに向かって襲いかかってくる、で、逃げる、で、やばい、バッシュン、で、こいつらは避けます、で、に、あ、ちょっと引っかかってんだよね、そうなるよね。そったれ、あ、ナイフじゃ意味ないんだよな。ナイフじゃこいつ多分ダメなんだよ。もう一回行かれるよね、そうだよね。うわ、もうこんな下手くそさな。ちょっと待って、あげる、にゅるん、くそ、もったいねー。これラストあそこで使いたいんだけどな、いけっかな。なんかもうダメな気がしてきた。おはよう、ちょっと同僚が起きてきたよ。足硬いね君。はい、まだいる？いないよね。いるね。もうちょっとハンドガンは特に使う予定がないというか使えない予定なので、あ、もうよろけてる間に、はい、奥も行かないから大丈夫。はい、こっち抜けていって、ちょこん、あ、レオンちゃんがちゃんと開けた跡がある。はい、上登る、ピピで、次出てくるところが、あそこら辺どうなるのかな。こっちか、これ抜けていく。あ、やっぱハンク編ってあれだね、ハンク武器いろいろ持ちすぎじゃね？ですよね。あ、そっち噛むのか。そっち噛まないでほしかったな。やばい。逃げろ。このまま警察署迎えたらいいんだけど、そういうわけにいかないんでね。こっちからね、わざわざすっごい遠回りルート走らされてんだよな。こんだけ武器があるんだったら、来いよ。いった、お前、そんな、なんだ、引っかいて来いよ。引っかかずにまさかのペロンチョだったよ。ペコリーナ3世だったな。いやー、爪の範囲が長いのね。待って、なんかちょっと予想だにしない動きを敵がしまくるから、ちょっと今回すごいガチャ的には全然よろしくない気がする。この調子で行って果たして大丈夫なのかって不安でしかないよね。はい、壁ドンゾンビ落つで、このまま向かって行って、この下で G1 が暴れてたりとかしないよね。 OK、
で、ここ抜けていって、ここはちょっとぐちゅ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 しとかないと。おはようございます。危ね、ゾンビ。おちょ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 、ワンちゃんワンちゃん。で、ここを登っていくと、まあなんでこれさ、こう、人の匂いだ、人の匂いだってか、ほら、ほら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 、あー、ちょっと待って、また、もう背中、もう首筋噛むの禁止、シャブっていうのはだけ。で、ここゆっくりゆっくりゆっくり。だから下半身どこやったのよ、あなた。綺麗だね。で、こいつには慎重に慎重に。で、走れ、抜けろ、オッケー。ここの廊下には、あれ、よくよく考えたらなんでこいつ普通の格好で生きてんのって。だからこれあれだな、もうパラレルワールドなんだな。なるほどな。だから実は生き残ったとかではなくって、なんかちょっと戦闘訓練を行うためのくる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 。ちょっとさ、パンチ避けられたからってそんなすねないでよね。そうそうそう。で、こっち抜けていって、ほい、ゾンちゃんいるけど、ちょっともうお前やろ、必死です。やばいねこれ。あ、先に、まあいっか。はいはいはい、よろけてよろけといてよろけといてよろけといて。オッケーオッケーオッケー、抜けてる抜けてる。まだこの弾の残り声だったらなんとかなるからな。たま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 よいしょ。早く、うるさい、ナイトホーク、さっさと行け。おお、もういいのね。よいしょ。オッケー、倒れた、倒れといて。はいはいはい、ちょっともう一体来てる、もう一体来てる、もう一体来てるけど、むし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 。で、後ろからドス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 言ってくるんだけど、ここはちょっとね、抜けておかないといけないから、慎重に慎重に歩いていきましょう、歩いていきましょう。危ない危ない危ない。とりあえず、まあショッタマかな、マグナムはそんな使えないからな。もうこれじゃ相手も拾えるわけでもない。ダイクキュッやろ。あ、めっちゃゾンビ下にいてたし、ファッキンゾンビども。ちょっとさ、もう俺さ、素人並みに下手くそなんだからさ、勘弁してくださいよ。はい、オッケー、おやすみ。と思ったけど、生きとったよ。はい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 、ひるんでる。ひるみーの三世。ここはいない？ここ敵出てきたっけ？出てこないですよね。大丈夫かな？オッケー。で、ここなんだけど、こいつらなんだよな。こいつらなんだけど、ひるんでる間に、ひるんでる間に、ひるんでる間に。いるんでる間に、ひる、あー、ちょっと、玉かっちゃん、おっと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 、あー、くそ、ここでこれ使いたくなかったな。なんかもうここまで、だいぶ後半の方まで来てるのに、なんかクリアできる兆しが見えないっていうね、もうすごいやばいかもしんない。もうなんなら、リネン室の中に隠れて、さあおいで、さあおいで、ドアドンしてないで、はい、おいで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 、はい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 、ショッタもこれ、ちょっと早く来ないと、早くしてくんないとさ、あいつが来るんだって、来るのかな、わかんないけど。長くない？おっそ。はいはいはい、オッケー。ゾンビレイン。え、ここ進んでってか、なんでここ塞がれてんの？普通に登っていくりゃいいじゃんっていう話なんだけどね。わざわざまあこういう迂回ルール、まあこれがゾンビ犬に食われてるんで、ゾンビとして復活、おはようございます。全然破壊力と攻撃力が足りないってことなんだろうね。あれ、ちょっと待って、くる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 してるけど全然来ない。で、ここでこいつらが来るから、ドアドン、で、こいつらを、よいしょ、踏みつかれたところで関係のないでございます。で、これはいいとして、ちょっと待って、めっちゃ普通に棒立ちしとったけん。で、ここ、ゆっくりゆっくり歩いていって、で、りっちゃんが、なんかペロンチョしてる。で、こいつを上がってこないんだよね。めっちゃ塞がれてるとか、誰がこんな仕掛けをやったんだって話だよね。で、ここでか、あ、ちょちょちょ、引っかかって、引っかかって。ガチョコン、オッケー。で、こう登っていって、ちょっと登れないのね。うって、あ、どこ引っかかんのかよ、お前。マジか。ここはどうしよう。あ、マジで受け入れるか。あ、マジで受け入れるか。受け入れる。うん、受け入れよ。君の愛を受け入れて煎じてよ。全然、全然、全然。日本語しゃべれてないやつ。で、急いで、ちょーっと待って、もうワンちゃん、もうちょっと空気読めし。あぶねえ。こっち、ハンク、時間がない。ああ、もういい、いいよ、いい。ああ、だ、お前、
で、こっちいるけど、立花も向こうにいるんだよ。なんで寝てるの？だから下半身どこやったの？大きい。で、ガッチャン、危ねよし。で、ここからしばらく敵は出てこんざんすから、よし。あ、いけんじゃねこれもしかして。で、このまま抜けていって、抜けていって、よし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 。で、マグナムで、こいつをぶちのめす。オッケー、ぶちのめせてない。ぶちのめせてない。ほい。OK、これで敵を。あ、ちょっと待って、お前効かないの？え、目玉は飾りなんですっていうか？マジか。くわー、ちょっと待って、この調子でいくと、この調子でいくと、やばい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 。よく見たら、なんかあの、液体っていうか、なんか、水がニョロニョロ、ミニョロニョロになってんの。あ、ちょっと、次。あー、クソ復活してる。とりあえず、イビーにさえ当たらなきゃ。あ、OK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 。いや、よくはない、よくはないんだ。しまった、もう全てが裏目に出てきている。イビ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 イ倒さないで、あー押したんです、そんな積極的な、やめて食べないで、押しちゃうやばいやばい、あ抜け出した抜け出した、オッケーオッケーオッケー、よし、あとはこいつら、はいおやすみ、はいはいはい抜けて、はい抜けて、はい死に、お死に、お尻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 、はい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 、もう標準もクソもあったもんじゃねえ、よし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 、めっちゃ食ってるめっちゃ食ってる間に。オッケー、後ろから来てる、タイラントゥーが来てる、めっちゃぶん殴ってる、そんなに追い返りですか、マグナムマグナム、当たんない当たんない、めっちゃ弾かれてる、もうこんな余裕はないですね、なんとなくこいつに最後膝をつかせて終わりたいけど、そんな余裕はないから、もうここで終わりにしたいと思います、バイバイ、クリア、よっしゃー、来たー、ラクンボディス、ただただクソやかましいだけでしたね、あーもう心臓が止まってる、なんとか無事クリアすることができました、皆さんのおかげです、いやーよかったよかった、10分9秒だって遅いね、まあしゃない、あんだけ壊れてたら仕方がないわな、はい、ということでね、こんだけ騒がしくさせていただきましたが、なんとかあの無事クリアすることができたんで、なんとかねトントンというところではないでしょうか、ということでね、もういいなと、面白かったなと、騒がしかったな、やかましかったなと思っていただけた方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけたら嬉しいです。ということで、次回からはまたバイオ7をね、入っていこうというふうに思いますんで、ぜひまたご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日はこの辺りで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。